あなたが火星を植民地にしようとしている間に、ロシアが我が国を占領しようとしています。衛星インターネットサービスを提供してください。ロシア軍の侵攻直後、ウクライナのフョードロフ副首相はツイッターでこう呼びかけた。相手はアメリカ宇宙開発企業スペース X 経営者のマスク氏だ。ちゃめっ気まじりだが、思いは切実だった。2014年のクリミア紛争の際には、ロシアの妨害で通信網がダウンした。今回、人道被害を世界に訴えるのに、ネット接続の確保は生命線だった。マスク氏は衛星回線とトラック1台分の端末を提供した。国内外の世論を誘導したり、相手国を混乱させたりする情報戦は政争につきものだが、SNS の普及で様相は一変した。IT 企業出身、31歳の副首相はそれを熟知していたのだろう。市民がスマートフォンで撮影したロシア軍の無差別攻撃の様子は SNS で世界に拡散された。国際社会がウクライナ支援で結束する力となった。ロシアはネオナチ政権がロシア系住民を大量虐殺している、民間施設は標的にしていないといった偽情報で対抗したが、SNS 上の生々しい投稿の前に空訴だった。ロシア政府は反戦運動を抑え込もうと、国内の SNS 利用も規制した。だが、若者らは規制を迂回して匿名でつながるソフトを使い、西側の報道に接しているという。器用方便ある SNS だが、ここはその健全な威力が発揮され、戦火が一日も早く終わるように願わずにはいられない。